皆さん、こんにちは。うーわ、怖すぎる。怖すぎるんじゃ。怖すぎるんじゃ。まあ、相手の方、相掛かり得意戦法ってことで、居飛車党ですかね。ちょっと角交換してやってみたいと、私、思っているんですけれども、いかがお過ごしでしょうか。はい。相手の方は居飛車で来る。まあ、居飛車で来ましたね。いや、ちょっと実は居飛車で来てほしいなっていうのがあって、なんでかっていうと、攻める振り飛車チャンネルさんっていう方がいらっしゃるんですけれども、この端歩どうしようかな。まあまあまあ、難しいし受けとくか。受けるか受けないか迷った時は受けとこう。攻める振り飛車チャンネルさんっていう方がいらっしゃって、その方、最近の動画で、見て真似すれば二段に確実になれるっていう動画がすごい見られてて、お、なんだそれはと思って、見てきたので、それ真似して、確実に勝っていこうかなっていうのが今回の企画というか狙いですね。で、その動画で使われてたのが、ヤバ坊主流と呼ばれる戦法で、まあ、角交換振り飛車の一種なんですけども、一つすごい特徴的なのが、この6七銀型に組むっていうところですね。今までの角交換振り飛車、まあ最近始められた方はむしろ6七銀の方が最近見ること多いかもしれないんであれなんですけど、角交換振り飛車って当初7七に銀を上がる形しか、まあほぼほぼなかったんですけど、この6七に銀を上がることで、こう5六銀と使っていけるので、攻撃力高いよねっていうのが、このヤバ坊主流の特徴ですね。まあ、これで殴っていけば勝ちと。まあ、攻める振り飛車チャンネルっていう、こう、名前にぴったりの攻める振り飛車なんですけど、まあ、こんな感じで桂馬跳ねて、まあ、飛車引いて、6筋ついてきたら、銀を出て、歩突きから6筋を殴るイメージですし、6筋ついてこなかったら、なんか8筋から殴りに行ってるイメージがあるんですけども、それは嘘でしょうか。飛車回っていきますか。ちょっとな、その、見れば真似、見て真似すれば確実に二段になれますっていう動画は、相手の方歩ついてたんで、6筋から殴る展開だったんですけど、これ6筋から殴る展開じゃないんで、どうなんですかっていうことあるんですけれども、なんかな、ヤバ坊主流見てるとな、場合によってはエルモ囲いにしてるんよな。なんか2八玉とは囲わないイメージがあるというか、戦法作られた方が2八玉とは囲わないって前、ツイートされてた気がするんよな。なんかそれを見た記憶があって、創始者の方のツイート見たら、右エルモしてたからエルモしよう。エルモにしときます。はい。まあ、攻める振り飛車チャンネルさんは最近登録者1000人いたっていうことで、いや、すごいですよね。なんか、まあ、自意識過剰、自意識過剰かわかんないけど、なんか自分が1000人すごいですよねって言うとなんか、嫌味かって思われるんじゃないかっていう自意識過剰が今発動したんですけど、いやなんか今1000人行くって結構すごいなって思いますね。なんかやっぱり、その僕が始めた時よりやっぱ将棋動画上げる方もすごい増えてるんで、年々こう1000人行くって大変になってるかなと思うんですけど、すごいなと。で、なぜこれ見たら確実に2段になれるっていう動画のタイトルになってるかっていうと、あれなんですよね。二段昇段されたんですよね。おめでとうございますというところなんですけれども。まあ、そのね、二段昇段の勢いを私ももらおうかなと。そういうところですね。で、まあ、飛車先止まったんで、歩突きから交換しに行きます。なんか帰って危ないんかな。なんか誘われてるみたいで怖いんですけど。歩突きってパッと見自然なんで、てか、これが嫌だからなんかちょっと棒銀出にくいかなと思ってたんですけど、そこを堂々と出られたんで、なんかこれ誘いの好きですかってことなんですけど、まあ、あえて乗っていくと。ここは乗らなきゃ男じゃないと。そういう時代錯誤の発言しときまして、で、まあ、飛車引いて、まあ、一歩持ってたんでかいでしょう。なんか叩きとか、なんか攻めれるし、でもなんか歩突きで殴ってくんのかな。歩突きできたら相当勇者。歩突きは相当勇者ですね。まあ、なぜかっていうと、同歩同銀の時に、飛車走って、同飛車同桂みたいな飛車交換狙えるんですけど、飛車交換みたいな激しい展開になった時に、ちょっとこの銀が遊びそうなんで、
それちょっと相手の方としては怖いと思うんですよね。だから歩突き同歩同銀は結構勇者なんですけど、まあそうですね、さすがにちょっとできないと見て一回金で左辺左側を補強してきましたね。これはですね、どうしたらいいんでしょうか。でもそれ上がるとな、かえってなんか歩とか叩く攻めができるんやけどな。同飛車やったら角が金飛車串刺しみたいな。まあただ歩には同金で激烈に形悪いけど、同金って取っとけばすぐの攻めはないでしょっていうことを訴えかけられている可能性は大いにありますね。なんか端歩とかついてチンタラしとくてやるけど、チンタラしてるとなんか桂跳ねとか陣形整備されて嫌なんかな。まああとは銀使いたいけど、銀使うと桂頭がガバガバになるのがちょっと、ちょっとってところはある。遊び気味の金を寄せるのは自然ですけど、まあそれが自然かな。ちょっと8筋ガバつくのが、金を寄っちゃうのは気になるけど、あとなんかヤバ坊主流はここに金がいるものっていうなんか自分の中で固定観念があるんで、なんか金を寄るのが違う気がするっていうか、なんか悪くなりそうで怖いんですけど、まあまあまあ金を玉にくっつける手が悪い手になることはないと信じて生きていくか。はい、硬い。ここまで4のか、微妙やけど。これ金引ければ得るもで硬いですけど、金引いたら引いたでちょっと銀が浮き駒なるんで、それは危なくない？それは危なくない？さすがに。それは危なくね？それ歩で危なすぎね？同飛車なら角が飛車金桂三つ取り。三つ取りは同時に絶対受からないんで、それは勝ち。ただ歩には飛車寄ってってこと？いや、ファイターだね。歩に飛車寄ったら角とかで桂香取りに行けそうですけどね。ただまあ、歩打って飛車寄ってってなった局面が飛車7筋に効いてくるんで、歩突きとか殴る楽しみもあるよねーって、そういう話をされてる。殴る楽しみあるよねーって言われてて。でも叩いていい気がする。攻める振り飛車イズムを引き継ごう。攻めるわ。やっぱ攻める振り飛車イズムを引き継いで攻めていく。それが大事。で、角ぶち込んで。どうなんやろ。角打てば、香車に紐つくんで受かるんですけど、角打ちには同角成りの時に、なんか、どれで取るか結構難しいかなと思ってて。でも打ってきた。なんか同角成りに同銀とか同金だと、桂跳ねがここにいる金銀の当たりになって、嫌そうですし、同角なりに同桂だと角打ちが飛車金両取りなんですよね。いや、それ結構うるさいと思ったんですけど、それ結構うるさいと思ったんです。まあ、あとここで桂跳ねもあるか。同銀なら同飛車。まあ、桂跳ねには角取られて、同歩なり同飛車でどうかですけど、まあ、あんまり早く桂馬行くとなんか飛車の盾の利き止まって攻めがつんのめる可能性あるから、同角なりで殴る？いや、これは相当なオーダーな気がするけどな。相当痛いよ。なかなかの痛さ抱えてると思うけどな。同桂。まあ、これは狙い通り角打ちますか。で、飛車金両取りで、両方受ける手が飛車寄りしかないんですけど、歩なりが継続手で、同飛車なら金がボロッと取れるよね、と。で、同飛車と取れないとなると、まあ、次のと金寄りとかが受けにくいんで、まあ、と金引きとか。いえー、それで負けなの。それで負けっていう歴史あるの。いやー、それで負けた歴史はマジで見たことない気がするけどな。真面目に。相手陣がなんか激烈に薄いんで、まあ、飛車取っちゃえば勝ちな気がするんですよね。やっぱ飛車中としては飛車もらえば勝ちなんで、で、今回角成りから飛車奪えそうなんで、大体勝ちでしょう。まあ今ちょっとすぐ刺さないのは、と金を寄った方がいいのか、角を成った方がいいのか、どっちの方が効率いいかで迷ってるんですけど、と金は飛車浮きとかで受けられちゃう？で、桂馬取ったら同飛車で。まあ桂得なんで悪い理屈ないけど、なんかもうちょっと得したいという欲が
欲が出ていて、なんか全力で飛車狙いに行った方がいいか、角成りで。で、同飛車は同音で飛車取れて勝ちなんで、将棋は飛車芸なんで、それは勝ち。で、逃げ場所ここしかないんですけど、その時に馬引いて、なんか馬引きでまた飛車狙うとか銀取るとか見せれば、結構受けにくいと思うよな。この銀が、この銀受けにくいでしょう。てかもうこの飛車の隠居生活始まっちゃってる。うおー。うおー。なるほど。ああ、それがなるほどか。確かにシンプルに桂馬に紐つけるて、うっかりしましたね。あ、銀に紐つけるてか。歩で追えるけど、角なられて桂馬取られるのはちょっと。まあ取らせて銀取っとくぐらいでもまあ悪い理屈あるんですかって言われたら別にないような気はするんですけど。いや、そうしちゃう？歩でなって取る。荒いね。わざわざ桂馬取らせる人いないか。じゃあ金とか寄っとく？いや、それもなんか角のラインに入って気持ち悪い。それもちょっと角のラインに入って気持ち悪いなと思っていて。金寄ったら歩とか殴ってくるよな。そこで歩。いや、まあまあまあ、一旦受けるか。一旦冷静。いや、冷静とチキンの狭間。これ冷静とチキンの狭間でちょっと揺れてるけど。いやー、ちょっとこれ攻める振り飛車イズムが引き継げてないかもしれない。いや、引き継げてないかな、これ。あ、そこで銀引き。そこで銀引きはまあ、と金使っとく？と金からと金で、飛車を取りに行くスタイル。これはうるさいでしょう。さすがに、いやー、エロティカル。まあ、同歩で、同歩？これ、歩ついたら角逃げんのか。飛車走ったら、微妙かな。いやー、わかりません。いやー、時間がない。もう、時間重視。もう、と金を寄せる。それだけのお仕事にしよう。時間重視で、もう、と金を寄せること以外は考えない。と金だけ。信じれるのは、と金だけ。信じることができるのはと金だけということで、と金だけを信じる人生。そういうのを送っていきたいと。いやー、桂馬跳ねたら金取られる、歩ついたら角上がられる、飛車走ったら歩打たれて、続きの攻めが見えない。見えない案件。ちょっと待って、時間だけが削られるのほんまやってないんですけど。いやー、走っとく。いやー、違うね、これね。歩打たれてね。まあ、歩打たせて引いて、次の馬寄り見せるか。角道止まったんで、次の馬寄りができるようにな、やりやすくなったのと、まあ、これ引いといて。あと次、歩で角が詰む。はい、歩つき。はい、もう歩つけば勝ち。はい、指し手が分かりやすい。まあ、結局、指し手が分かりやすければ時間なくても指せるんで、ちょっとさっきまでの局面、何指していいかよく分かんなかったんですが、はい、角取れた。はい、勝ち。はい、同金。で、次、馬引いて。と金見せれば。もう必勝よ。おう。それはもう必勝よ。はい、と金。はい、と金じゃないのにもうと金って言ってる。頭おかしい。あー、それは一回引くかな。それは一回引いて。いやー、これどっかで飛車とか回られた時、馬取り結構受けにくい問題あるんですけど、耐えました。さすがに耐えていて。はい、飛車中間期。はい、飛車中間期。まあ、取るか。なんか取ったら何かがあると今、錯覚を起こした。そんなことはなかった。ギャー、玉逃げ。まあでもさすがに飛車打って必死。飛車打った時にシンプルな金取りが受けにくい。てかまあ角で詰みまであるか。あ、角で詰みか。まあちょっと時間あるし読み切るか。角で、合駒できなくて、金寄るのは同角なりで意味ないから、角には引くしかないんですけど、馬切って、同玉に離して飛車打てば、まあ大体詰み。角で逃げて馬で金取って、上に逃げようとしても、角がこう効いてて上逃げれないんで、これはまあ罪ですかね。はい、最強。これがパワーってことか。これが攻める振り飛車のパワーってこと。で、切って。同玉は離して飛車打てば罪。上がっても、例えば桂馬打って、上がれないんで、これのせいで。上がれないんで、まああとはベタベタ打っていけば罪ですかね。玉引くしかないんですけど、まあ飛車でも金でも。打っていけば、罪ということで、はい、最強。皆さんぜひ使ってみてください。攻める振り飛車しか勝たんと。攻める振り飛車しか勝たんってことですね。確実に2段になれると。
この戦法を引っ提げつつ、あーい、通信が破壊されていくんですね。あ、ちょっと、この戦法を引っ提げて攻める振り飛車チャンネルさんの動画を見れば2段に上がれるということなので、ぜひ2段昇段を目指している方は見ていただけたらと思います。ありがとうございました。皆さんこんにちは。今回後手番でやっていきます。相手の方は右玉頭で初対戦の方ですねってことなんですけど、右玉。この間大会出たんですけどね。まあおそらく高校生に、高校生の方だったんですけど、右玉でしばかれましたね。はい。強すぎたな。強すぎたな。強すぎましたね。はい。というわけでやっていくんですけれども、そのことを、その経験を活かしながら、生きていこう。刺して早ってことなんですけど、いやー、もう現代将棋。いやー、でもさすがに金上がって中央も備えてるし、それは無理でしょう。さすがに無茶を言ってるよ、それは。さすがに無茶を言ってると思っていて。これで負けんの、将棋って。これで負けたら将棋ちゃうよ。それは言い過ぎ？それは言い過ぎ説あるんですけど、まあ、銀引いといて、歩突き同歩同飛車。だってこれ橋も絡まってないしさ、中央もしっかり守ってるし、これ負ける？これ負けるのは見たことないよ。うん。銀ぐらいで勝ちでしょう。引いたらまあ、歩打つとか、まあなんか歩打つっていうのもありますよね。ここに歩打っとくと、後々角で香取りとか、あと、相手の方からここに歩打って、同金と取らせてこっちの陣形乱すとか、そういう手があるんですけど、こっちからここに歩打っとけばそういう手を消せるんで、ここに歩打つっていうのも、形としてはよく見る。なんかそういうのやってみようかな。土下座。土下座のポ。これで土下座しといて、まあ、一方的に屈服してるようで嫌なんですけど、歩突きの楽しみが残ってるんで、いいかなっていうところですね。これ銀上がったら角で死ぬんかな。でもまあ角で一応受かりますよね。銀取りって。で、歩成り同角。まあでもちょっと中ぶらりんで怖いんかな。でも銀で角打って銀取り。あ、銀はこっちから角打ってくるか。で、次、桂成り同玉、角で銀取る。が、受けにくい。銀で角打ってきた時に角打つ手はあるんですけど、そうすると歩歩歩からの角頭攻めが、ちょっと気になるのは気になりますねって話なんですけど、それは気になるのは気になりますねっていう話があって、まあ、それ嫌なら引いといてもいいんですけど、まあ、できれば上行きたい。引くとちょっと駒使いにくくなるんで。てか、まあ、引いといてなんなんやろ。もう引くか。もう引いて、いやー、取れるしいいでしょう。もう開き直り方がすごい。開き直り方がすごすぎる。もう継存でいいよって開き直ってきてますね。そんな開き直りが許されると思いでと。まあ、銀使っといて。まあ、金使っといて。え、何の音何の音何の音これ、ちょっと待って、ちょっと待って。え、なんか謎のスマホの音鳴らって、ちょっと待って、放送事故、ちょっと待って、放送事故、ちょっと待って。謎のなんか、もう一個のスマホの権限のなんか、音が鳴ったんですけど、ちょっと、熱盛と出てしまいました。すみません。はい、完全に事故が起きたんですけど、ちょっと待って、今パニックなんですけど。今刺されたんですね。はい。同銀は何ですかこれ。はい、パニック。同銀は角？でも角って馬作る場所なさすぎん？こっちしかないから歩突きとかで、道止めとけばいいような気がする。同歩は角が飛車と角成りの両狙いで嫌なんで、でも同銀の時に手がなさすぎる気がするんやけど、どうなんやろ。飛車回って飛車走るとかは、飛車回った時に角打ちが、飛車香両取りになるんで、歩ついて、その端攻めがどれほど厳しいのかもよく分かってないんよな。
確かに歩突き同歩歩とか打って同銀って取らせればここが薄くなるんですけど、まあ同銀の後に歩なられても、まあ別に同歩とかで受かるんで、そんな死ぬとは思えないんですよね。死ぬとは思えなくて、7筋伸ばしとく？なんか後の近くの大手飛車狙いつつ、飛車の横利き消しつつ、どっかで歩成りからおちょくっていく手も狙いつつ、そういう手でいくか。もうじっくり行こう。じっくり。じっくりことこと煮込んでいく感じで倒していこう。ほんならもう同歩。もう同歩同歩。森下九段をもう降臨させよう。森下九段のイズムを思い出して、もう全部同歩同歩で受けて勝つ。さすがにそんな桂馬では負けませんよと、思い知らせたい。思い知らせたい。いやでもな、そういうの強いよな。なんだかんだ。でもさすがにこの局面はいいと思う。この局面が悪かったら、将棋引退まである。さすがに感覚が破壊されすぎてる。これ悪かったらさすがに、寝込みますね。これが悪いって言われたら、寝込むどころでは済まないんですけど、それは、とりあえずもう過去って硬さだけで勝負しようっていう思想なのはわかるんですけど、角打っとくと、香取りですけど、まあ香車走って暴れてくるんやろな。角打っとくと香取りと歩成り狙えるんで、いい感じですけど、まあ打った角が狙われそうなのがちょっと嫌か。まあ歩ついて玉の小瓶狙っとくか。変に角とか打っちゃうとそれ狙われそうなんで、もうこれもう端歩受けよ。もう何もしないわ。もう何もしない。で、なんかしてきたら対応する。なんかしてきたら対応する感じで、こんな感じで。今の同銀は飛車で横歩取られたんで、ちょっと、同銀とは取りにくかったですよと。ただまあこうやって手厚くやっといて、勝ちでしょ。ね。はい、手厚さこそ正義。手厚さこそ正義と。銀銀とかできたら最高やな。銀銀から歩伸ばして、形作っていければ、もう腐敗の体勢ですね。あーでもその角取りが受けにくい。銀引いたら受かるけど、また引かれて次金のすり込み見せられてだるいみたいな。そういう思想か。あ、そういう思想嫌やな。さすがに金上がんのは勇気がいりすぎる。金上がんのはファイターすぎるよな。いやでも金上がった方がいいんかな、こうなったら。そんな人見たことないけどな。さすがに。いや、嫌か、なんか。やっぱ角を手放すと、ろくなことならんか。え、どうしよう、これ。歩なって、同銀なら歩。いや、それもちょっと。いや、銀引く。でも、あれ、切ってくんの？切ってくんのはありがたくない？え、切ってくんのは飛車中としては大歓迎なんですけど。歓迎中の歓迎。まあ、一回歩打っといて。カクカクでそんな、死ぬんかな？あっち。あっちそんな死ぬ？それ同郷で何？カク打たれるってこと？まあ、でも香車とかで止まるしな。いえー、なんでそんなノータイムな？桂馬は？ん？香車は歩？で、同郷なら、まあ、後々取れるよと。まあ、桂馬も歩ですかね。歩なりっていう手もあるんですけどね。同銀なら歩打っといて、角の利き遮断できる。ただ、歩なりはもう取ってくるんかな。で、金取れるけど、桂馬取ってとかで攻め合い。いやー、その攻め合いは普通勝ってると思うけどね。でもちょっと怖い。歩なり取り、取り、取り、取り。そこで桂馬とかで攻め合いに持ち込まれるもんな。嫌っちゃ嫌か。なんかこっち形勢がいいと思ってるだけに、そういう殴り合いはちょっと、もうちょっと穏便にことを済ませたい。もうちょっと穏便にことを済ませたいと思っていて。でも香車使っちゃうんじゃ面白くないよな。まあ別にいいんですけど。まあもう使っちゃうか。無難に行こう。今日のテーマは無難。今日のテーマは無難で行くわ。次歩で角取れるし。え、これ歩打ったら勝ちじゃん。
筆書く積んでない。はい、書くでかい。まあ、切ってくるんやろな。切って同金に、あ、単に取って。あ、うな、あっす。あっす。まあまあ、これはさすがにこっちの陣地何もなくなったんで、飛車から攻め合っていきますか。ちょっと飛車打っちゃうと飛車の両取りが気になるけど、そういうのは気をつけてね。まあ、同飛車なりで。次、歩なって、同金なら竜で銀取る。同銀なら竜で王様取るっていう手があるんで、相手の方はなんとか7筋を受けようとしてるんですけど、やっぱりまだ歩なりの狙いが残ってますね。あとは時間。ちょっと相手玉硬いからな。あ、歩なり同銀用意して。歩なり同銀を用意されていて、ちょっと待って。歩とかちょっとライン相手怖いか。いや、なんか無難に行きたいんよ。いや、無難に行きたいって言ってるのになんでこの馬のラインを開けちゃうんやろうか。バカなんでしょうか。ちょっと歩を絡めた攻めが一番無難に見えた。でも銀上がられてよくわからん。次、歩ついて金逃げて竜で銀取るとかでいけるんですけど、銀上がられてよくわからない。銀上がられてよくわかっていなくて、銀に桂馬はあんねんけど、桂馬使って攻めると桂馬渡すから嫌なんよな。次、もう銀ぐらいでちょっと一旦、こっちの玉をひたすら安全にしとくか。銀から玉上がって。玉囲おうかな。負けない将棋目指していく。玉を固めることで、自玉を気にしないでいい状態に持ち込んで、自玉を考えないで良くして、そうすることで、時間を節約するっていう新たなスタイル。ん？それは？風に金ってことか。はぁ、わからん。桂馬跳ねて歩を守る。いやー違う。歩で金。いや違う、歩で金って同銀やんけ。あーなんか竜を間接的に狙われてる。エロい。竜を間接的に狙われてるのはさすがにエロい。どっかで取られる可能性あるけど。まあ、ないでしょう。さすがに。金す、んぁ。何それ。なんもないよね。同銀で。いや、開き直りがすごい。開き直りがすごいんちゃ。風なると取られることだけは気をつけてね。風なると取られることだけは気をつけてね。桂打ちとかあるけど、ちょっと、地雷臭がする。地雷臭がしていて。いやー、でももうそういうのした方がいいか。もう打ち込むか。打ち込もう。同歩同歩で。まあ、でも同銀で粘られるんやろな。歩とか打っても角ぶち込みとかでなんか寄りそうなんですけど。で、歩打ちは一回金打って、ここの拠点が入れば、まあ、ちょっと飛車逃げんのトロい感じするけど。これが入って左右強撃気づけたんはでかくね。でもちょっと寄せ下手臭が、寄せ下手臭が出てる。寄せ下手臭が出ていて。でもこれがラピュタ。これがラピュタすぎる。これがラピュタすぎ案件なんで。いやー、これは耐えたでしょ。はい、勝ち。もう勝ちだと言わせてくれ。てか、割と桂馬打ってもらったことで安心した説はある。なんか、玉ここにいると馬引きが大手竜取りとかそういうのずっと気にしないといけなかったんで。それはなんぞや。それはなんぞや。一回歩、これ銀引かれて得かよくわかんないんですけど。こういう思想道。次の竜が大手銀取り。なおかつ馬のラインからちょっと、かわしていくみたいな。そういう思想道。受けにくいでしょ、これは。はい、受けにくい。はい、角の詰めろ。ああ、上がられる。はい、上には逃がさない。上に逃がすとややこしくない。うわあ。上しか見てない。上だけは、あ、角とか打つと桂なり？え、それどうなってる？いやーでもちょっと上だけは逃がしたくない。なんか、桂なりで同金なら角抜くとかあるんですけど、桂なりが大手じゃないから一回歩で上を抑えれるか。何この、アクロバティックな展開は。で、一回歩で抑えて。一回歩で抑えて、銀取っとけばいいかな？銀取っとけば詰めろでしょ、さすがに。銀取っといて、金取られても同飛車で、金と同金で、角取った時に銀打ちから、詰ましに行けば、詰む？詰むよね、さすがに。それは銀から押さえていけば詰みかな。詰みというか、よりかな。同金同歩成から、大手大手で迫っていけば、まあ、これは一回取った手がきついか。金引いても、銀打っても、歩成から攻めていけば、
一見竜の形なんで、寄り形ですね。ありがとうございました。というわけで感想性なんですけども、一曲目のグラフはこんな感じになってます。上触れてたらこっちがいいんですけど、まあ序盤は振り飛車使っちゃうとどうしても評価値下がるんで、まあ下に最初触れてるのはしょうがないかなって感じなんですけど、まあ良くなってからは割とこう押し切れた感じの内容になってますね。まあ何をきっかけにこっちが良くなったかなんですけども、ここですね。まあエルモ囲いを完成させた局面なんですけども、銀上がりが、まあソフト曰くちょっとこう、損な手で、銀を上がってしまうと、本譜の歩突き同歩同飛車っていう攻めができるようになるんですよね。で、これで、まあ、歩打って引いてってなったんですけど、こっちだけ8筋の歩を手持ちにすることができて、で、それで、後々、歩叩きから攻めをつなぎ、あれ歩叩きからよな歩、あれ違ったっけ歩叩き出てきましたよね。なんか今、急に飛んだんですけど、あ、そうですよね。後々のこの歩叩きから、攻めていくことができたので、まあ、こういうのが狙えるので、あの、8筋の歩交換できるっていうのすごい大きいんですよね。で、それを許してしまったのが、この8四銀なので、なのでこの銀がもったいなかったっていうソフトの評価だと思いますね。まあ、変えて、まあ、これも意味難しいけど、銀出とくみたいな感じで、場合によっては、多分銀引いて、歩突きで端狙ったり、ここ歩突きで狙ったり、あとは、なんかこんな感じで、2筋を狙うシフト。まあ、そんな都合よくいかないと思うんですけど、一番の理想は、なんか、まあこれ端に桂馬跳ねてる時点で変なんですけど、なんか、すごい、長手順の構想としては、まあこういうのも、視野に入ってるかもしれないですね。手順にこういうことも狙っていけるっていう感じで、銀を出とくっていうのは、ありと。いうことだと思いますね。まあ、とにかく銀を上がってしまうと、歩突きから8筋交換されて嫌なので、まあ、銀上がらずに、まあ、なんか他の手を指しておいた方が良かったっていうのがソフトの評価ですね。まあ、8筋交換してからは、やっぱり先ほどもお伝えしたんですけど、叩きの筋があって、いつでもこっち攻めやすい形だったので、まあ、それが功を奏してリードを奪えて、最後は勝ち切ることができました。局目の感想戦なんですけども、グラフはこんな感じになってます。まあ、下に触れてたらこっちいいんですけど、まあ、ちょっと、本譜の、桂跳ねからの、あ、歩突きから桂跳ねの殴り方が、若干無理筋だったみたいで、評価値はこっちずっと良くなってますね。まあ、怖かったけどな。まあ、いざ殴られると怖いっていうところはあるんですけど、まあ、やっぱり今回は金上がってたりして、意外とというか、まあ、中央しっかり守ってる形なんで、さすがに無理攻めだったっていうところですね。ただ、真ん中あたりですごい形勢が急接近してるんですけど、このあたりですね。このあたりは、すごい形勢難しくなって、ほぼ互角まで戻っちゃってるんですけど、今、銀引いて飛車取りにしたところなんですけど、まあ、ここで、まあ、飛車引いとくとか、まあ、あと、かなり難しい手ですけど、金出るっていう手もあったみたいで、このどっちかなら、まだまだ難しい勝負だったみたいですね。飛車取れるんですけど、角取ってどうか。これがまた銀取り残ってるので、どうかっていうところですね。銀引きに、飛車引きもあって、これで次に金出を見せるっていうのも結構うるさいと。そういう指し方もあったみたいですね。本譜は、飛車を切ったんですけども、これは同銀で、これ以上の攻めがなくて、こっちとしてはちょっとこう安心した形になったので、ここではっきり差がついたみたいですね。いやでも確かにな、これ引かれたらな、結局どうしてたんやろな。銀出て、ここの歩守るはあるんですけど、これやっぱまた飛車浮かれると、銀引きぐらいしか角の受け方難しそうで、で、また引かれて、銀出てで千日ってなっちゃうんで、まあ、形勢いいと思ってたらちょっとやりにくいっていうのはあるよな。こっちとしてはこの千日で。まあ、なんで結構こっちとしては迷わされるんで、飛車じっと引かれたらどうなってたかわかんないですね。まあ、本譜は、飛車切ってきたんですけど、それ以降こっちがはっきり良くなって、まあ、以下は押し切った内容になってました。というわけで、最後までご視聴いただきありがとうございました。良ければ高評価、コメントいただけると嬉しいです。
ありがとうございました。